どうも、こんばんは、ゆるたまです。今回なんですけど、めんどくさいクエスト、凍鉄に構える重心化、艦隊でやってきました。でね、このクエストって、初めて降臨した時ってめっちゃめんどくさかったんですよ。なんで、それからね、正直僕やってないんですね。で、ほんま、超久々に、構える、ここ適正やんっていうのが分かったんで、艦隊できたらどんぐらい強いかなっていうのを見ていきたいなと思います。もう今見てるだけでも強いよね。このランページ反射レーザー EL? これがさ、めっちゃ火力出てるよね。で、SS がね、その触れた壁の数に応じて威力が上がる弾を放つっていうことで、これね、なんかワンパン狙えるというか、結構高火力のダメージ出せるっていうことだったんで、これも使っていきたいなと思います。ということでね、カマエルのステータス紹介とアビリティ紹介していきますと、カマエル重心化なんですけど、貫通源氏の砲撃型となってます。で、アビリティが、超アンチウィンドウとアンチ減速壁、弱点キラーとリジェネ M がスアビとなってます。で、ゲージでね、超アンチワープと SS ターンブーストっていう風な形で、かなりね、アビリティがその盛り込まれた重心化キャラとなりました。で、ストライクショットなんですけど、16プラス8ターンの触れた壁の数に応じて威力が増す弾を放つっていう風な形で、こちらがね、その神化ベースの構えると一緒で、ちょっとね、扱いは難しいんですけど、威力がかなり出るっていう風な SS かなと思います。友情コンボが、ランページ反射レーザー EL1、これがね、初めてですね。ランページレーザーの反射バージョンっていう風な形です。あとは超絶爆発がついてます。なので、超砲撃型にすれば、艦隊でも使えるのかなと思いますと。でね、実際今使ってみて思うんですけど、やっぱりね、なんて言ったらいいかな、2フォアオールが重心化した時と同じぐらいのちょっと衝撃を受けます。もう、非属性の、2フォアオール枠みたいな感じで考えたら、多分めちゃめちゃ強くなったかなと思います。こことかもね、なんか本当は下の雑魚処理して突破だと思うんですけど、今普通にボス特攻していきましたね。いやーやばい、めっちゃ強い。五天使のね、重心化発表がまずめっちゃテンション上がるじゃないですか。で、カマエルってもともとね、多分五天使の中でも本当に1位に争うぐらい強かったんですよ。なんで今回ね、例えばその進化よりか神化よりどっちによるかで、その使うところが変わってくるんで、どんだけ、どっちに寄せるかっていうのをちょっと注目してたんですけど、その五天使発表の時点で。なんですけど、やっぱ神化ベースで良かったかなと思いますね。こんだけ強かったら、やばいよね。いやでね、ちょうどね、挑戦形をね、昨日のアンフェアで、なんやっけ、風神ライジンアルファにね、使い切っちゃったんですよ。なんで、ないんでね、つけれないのがね、ちょっときついとこなんですけど、いや、これはつけたくなるあれやな。いや、めっちゃえぐいわ。いやね、カマエルね、一時期はね、めっちゃ使われてたんですよ。進化とか、神化の方もね、両方使われてたんですけど、ここ最近、てか、友情クリティカルか。コンボ。え、これやっば。いや、これはえぐい。でね、カマエルは最近ね、使われなくなってきてたんですね。なんで、ここに来てね、もう復活。もう、これはね、えぐい。で、貫通でね、当たりに来やすいっていうのがね、もう、さらに使いやすいですよね。ここね、できればもう SS 使って、どうしようかな。2P か 1P のね、SS 使って、ボスにね、どんだけダメージ出るかちょっと試していきたいです。多分、うまいこと調整すればいけるはず。一回ね、削りたいから、これ弱点殴ったら、いい感じで削るんじゃない？あ、ちょ、あ、いかん。いやいやいや、ちょ、削りすぎやろ。いや、でもさ、これやばいよね。これさ、強さにね、さ、めっちゃビビるけん。これはね、めっちゃえぐいですよ。ほんまね、やばい。え、これとかもう、いや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 。え、雑魚消えてボスこんだけ削れるはやばい。あと、ヒット数稼げるんがいいね、これ。
あとは、これストライクショットで、1、2、これね、できれば帰ってきてほしいかな。1、2、3、4ぐらいかな。1、2、3。いや、えぐっ！いや、それはさ、防御ダウン入ってたけど、いや、これはえぐいよ。強い強い。ということでね、構える重心化を当鉄で使ってみました。かなりね、当鉄めんどくさいクエストだったんですけど、ほんま脳死で弾けるぐらいだったんで、持ってる人はぜひ重心化してみてください。それでは、構える使ってみたの動画を終わりたいと思います。バイバーイ！